エドマンド二世、エドマンド豪遊王ことエドマンド二世は、イングランド王。豪遊王という異名はクヌート率いるデンマーク軍の侵略に立ち向かった奮闘ぶりから名付けられたもの。エゼルエッド二世と、その最初の妻エルギフの次男。兄にエセルスタン、弟にエアドレッド、エグバート、エドワードザンゲ王がいた。996年にエルギフが亡くなると、父親は、 エマ・オブ・ノーマンディーと再婚した。1014年にエセル・スタンが亡くなって、エドマンドが多い継承者となった。そこからエドマンドと不王の権力闘争が始まり、1015年には、エドマンドの二人の名優、シー・ゲファースト、モーカーが、エゼル・レッド二世によって処刑された。エドマンドは、シー・ゲファーストの未亡人だった、エディス・オブ・イースとアングリアを遊兵されていた、修道院から出し、 父親の反対に逆らって結婚した。その間、クヌートが軍勢を率いて、イングランドに侵略してきた。1016年、エドマンドは、ノーサンブリア博、ウレットと共に反乱を起こしたが、ウレットがエドマンドを捨て、クヌートに屈したため、エドマンドは、父親と和解した。しかし、エゼルレット二世は、以前から体を害していて、その年の4月23日に亡くなった。エドマンドは、 イングランド王に即位し、視力を尽くして、イングランド防衛に奮戦した。デンマーク軍がロンドンを包囲した時、エドマンド2世はウェセックスに行き、兵を募った。デンマーク軍がエドマンドを追ってきたが、エドマンド2世は、それと戦い、さらに、デンマーク軍のロンドン包囲を解き、繰り返しクヌートに勝利した。しかし10月8日、エセックスのアッサンズンの戦いで、エドマンド二世は、 決定的な敗北を喫した。戦いの後、両王は和平交渉をし、エドマンド2世がウェセックスを、クヌートはテムズ川の北を領有することになった。同時に、どちらかが死んだ時は、死んだ方の領土を生きている方に譲るということにも、お互いが同意した。1 0 1 6年11月30日、エドマンド2世はオックスフォードあるいはロンドンで亡くなった。 エドマンド2世の領土はクヌートに譲られ、クヌートはイングランド王になった。エドマンド2世の死の原因については、はっきりしないが、自然施設が挙げられる一方で、暗殺説の可能性も指摘されている。エドマンドの遺体は、サマセットのグラストンベリー修道院に埋葬された。しかし、その場所は、現在不明である。修道院解散の間に、 記念碑か聖堂地下室の跡が破壊され、遺体の場所もわからないままである。王妃、エディスの間には幼い二人の子供がいた。エドワードとエドマンドで二人ともクヌート王によってスウェーデンに送られた。殺すためだったが、エドワードはそこからキエフに、それからハンガリーに亡命した。孫でエドワードの娘マーガレットは、スコットランド王マルカム三世と結婚。 間に生まれた娘マティルダは、ノルマン朝のイングランド王ヘンリー一世の日として、モードを生む。モードは、フランス王国の貴族アンジューハクジ女フロア四世にと嫁ぎ、そこに生まれたアンリは、プランタージネット朝の初代国王ヘンリー二世として、イングランド王国で君臨する。エドマンドゴーユー王ーという作者不詳の儀曲がある。ウィリアム・シェイクスピアが作者だという説があり、 シェイクスピア外典に含まれているが、その説はシェイクスピア研究者には一般的に受け入れられていない。ありがとうございます。